SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。愛情を持って話す。具体的には、褒める言葉、感謝の言葉で話す。それが愛情を持って話すということです。前向きに話す。ここに吹き出物出てきちゃってとか、問題を言う人は大変だねとか同情を求めています。人が同情を求めたとき、同情するとその人と同じことが自分に起きて、自分にも吹き出物ができます。同情を求められたら、大丈夫だよ、私はこうして直したよとか前向きに話すことです。女優の心で話す。あなたの笑顔いいわねとか、とにかく人を褒める、周りを明るくすることを心がけて話す。それが女優の心です。愛があって前向きなら全部丸です。今日は女優の心、中の心です。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。ついてるついてるついてるね、ついてるついてるついてる。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。